6678 Dear Wings 君が笑えない時は僕が笑えばいい We call you いつも隣にいるから諦めちゃダメだどんな時も一人じゃないもう怖くないよビルの2店舗で突撃 PR 活動成功よっしゃーよっしゃーイエーイ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 いやここだけでもう2軒2軒ですあらしてもらってお貸してもらって、はい、もう結構もう配ったからそうですねとりあえずねもうお疲れ様でしたよねお疲れ様でしたお疲れ様ですまだ全然余ってるやないかマジで、はい、すぐ調子に乗りやがるなマジで本当にすいませんすいませんマジぶん殴るのは分からんようやなまだまだこれ全部配り切るまでやるんやるけはいやるかいはいよっしゃ行くぞはい行ってきます行ってきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあこのチラシ、はい、ここ行こうか、はい、肉汁うどん行ってらっしゃい続いてはうどんのお店に交渉すると OK ですよかったもうお貸してくれるの OK カメラも OK カメラも OK、はい、え丸々 OK 食べてくださいと超心配しましたけどもう一回言ってうどんを食べていただけるのであればあその代わり食べてくれて、はい、逆に食べてくれてはい本当本当ちょうどお腹も空いてるよねはい夕ご飯の行こうか行こうおうどんをいただこうとしたその時問題発生お金今持ってないんですけどもえいやいやボスの中澤さんからもらってないのあもらってないですまだですねえいやいや買われへんやんちゃあお腹すいたですごちそうさまですごちそうさまですいただきます。マジで？何それ？お腹すいていただきます。加藤のおごりでなんとか PR ゲット。看板メニューになりますね。こちらの肉汁うどん、きのこ汁うどんになりますね。はい、これですね。はい、さあお待たせさん、肉汁うどん大盛り。さあお待ちください。めっちゃ多い。うわめっちゃ多い。めっちゃ多い。うわ。宣伝しながら、はいはい、ちょっと花バレンテードで鼻歌で歌ったりとかしながら、よしよし食べな食べな。はい。もうはいはい。すいません。いただきます。いただきます。そして他のお客さんの迷惑にならないようさりげなく CD の PR めっちゃうまい肉汁うどんよね肉29ってことか、うん、1月29ってことねはいはいはいこれが、はい、この肉が多分一番美味しいと思います一番肉が一番肉ね、はい、一番肉が美味しい一番肉一番肉ですね1月29ってことねはい、はい、ちなみにその1月29って何かあったっけ僕たちのウェルカムトゥシャッフルのデビューシングルが発売される日あそうや1月29そうやったね偶然ですはいはいはいそうや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 これ店長さん お店の名前なんて言うんですか武蔵野肉汁うどんいろは秋葉原になりますあなるほどこれこんだけ豚肉とか入ってたり大盛り物にしたら赤字じゃないですかこれでもお客様に喜んでもらえるのが一番ですので、はい、聞いたみんな、はい、お客さんに喜んでもらいたいと、はいね、その気持ちはみんなも一緒やろ一緒です、ねはいねいい肉ね、はい、いい肉1月29かあれ1月29って何かあったっけああ僕たちもウェルカム
ムトゥーシャブルの発売日です。発売日ですね。オッケーオッケー、食べよう。はい、食べましょう。食べましょう。ラムイカ。しっかり PR しながら綺麗に完食。じゃあ皆さん、せーの、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということで早速。これで店長さん、すみません、はい、これなんですけれど、はい、ちょっとどこ話していただけたりとかしますか。そうですね、一応そちら の見やすいとかお客様 の待合室になっておりますので、はい、そうですか、待ってる間に待ちきれないので、はい、あ、すみません、ありがとうございます。チラシもしっかり貼らせていただきました。ありがとうございます。そしてさらに、よし、もうこの勢いでこの隣の、はい、このテルル、テルル、テルルさん、この勢いで今なら行けると隣の携帯ショップにも突撃。ここで培ってきたセールストークで懸命の交渉、そしてなんとお店の一番目立つところへ貼らせてもらうことに。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。頑張ってください。ご協力していただいた皆様、ありがとうございました。前回に比べて何が変わったかっていうのはもう正直何も感じられなかったので、いらないって言われたらおしまいの世界なんで、5位入らなかった、はい、キミラ終了、次って言われたら本当終わりなんで、人生の思い出になればいいや程度でやってんだったらちょっと違うでしょって。シュート1っていうのが、はい、はい、次回の配信は12月26日です。お楽しみに。